マラガ大学は、スペインアンダルシア州マラガ県マラガにある、公立大学。略称は馬。1972年に設立された。2016年には、約3万人の学部生、約2500人の大学院生が学んでいる。フランコ体制下のスペインでは、大学の設立が制限されていたが、フランコ体制末期の1968年には、 マラガへの大学の設立を模索する団体が設立された。ヨーロッパの人口30万人を有する都市としては、大学を持たない唯一の都市がマラガであった。1928年に設立されたマラガ校歌、学校、教員養成学校、経済学校などを統合する形をとり、1972年8月18日の直令によって公式に、 マラガ大学が設立された。開学当初は、経済学部、経営学部、医学部のみであり、エル・エヒドキャンパスに加えて、市内のいくつかの施設で講義を行った。その後、あらゆる学問分野の専攻を有するように、規模を拡大し、テアティーノスキャンパスが開設された。マラガ大学植物園マラガ大学は、マラガ市内に2つのキャンパスを有し、 エル・エヒド・キャンパスとテアティーノス・キャンパスからなる。エル・エヒド・キャンパスは、マラガの中心市街地に位置し、経済学部、建築学部、芸術学部などがあるが、テアティーノス・キャンパスより学生数は少ない。450人を収容できる大学行動があり、各学年の開学式や経営会議などが開催される。テアティーノス・キャンパスは、 アンダルシア州有数の規模を持つ大学キャンパスであり、工学部、通信工学部、産業工学部、コンピュータ工学部、医学部、心理学部、理学部、人文学部、芸術学部、教育学部、経営学部、法学部、社会福祉学部、観光学部など多くの学部がある。また、大学図書館、出版部門、研究機関、付属幼稚園、スポーツ施設、 植物園などもテアティーノスキャンパスにある。マラガ大学にはあらゆる学問分野の専攻があり、65の分野の学士号、64の分野の修士号、21の分野の博士号を提供している。ありがとうございます。